こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。2022年6月、買ってきたもの紹介をやっていきます。今月は実用性はともかく、かなり面白い機材が手に入ったかなと思います。一つ一つ見ていきます。最初の1台がこちら。世界初のオートフォーカスカメラと言われるコニカ C35AF ジャスピンコニカです。ジャンク品、550円で見つけて買ってきました。1977年登場のカメラで、45年前のカメラになります。外観はなかなか綺麗に見えます。フィルムボックスを開けてみます。中も綺麗です。こんな感じ、桜カラーフィルムのシールが貼ってあります。最近私のチャンネルでオートフォーカス初期モデルの一眼レフカメラを紹介していまして、最初のオートフォーカス一眼と言われる α7000 が1985年登場になりますので、コンパクトカメラのジャスピンコニカは8年前、かなり早い段階から登場していたことになります。発売時の価格は 44,800 円だったそうです。電池を入れていきます。電池は単三電池なのがありがたいんですが、この電池ボックス付け根を見てみると白くなっていて、プラスチック素材なんですが耐久性が終わっているように見えます。今にも壊れてしまいそうな感じです。こんな感じで開けることができます。やっぱりこのプラスチック素材がネックになっているようで、取れてしまっている個体がたくさんジャンクで売られているそうです。電池を入れました。蓋を閉じます。これで電池の装填が完了です。で、電池ですね、ここにフラッシュがあるんですが、ポップアップすると音が鳴ります。こんな感じでキュイーンと音が鳴るので、電池が正しく入っていることは間違いなさそうです。ただ残念ながらこのフラッシュ壊れているようで、オレンジ色のランプが光らないですし、シャッターを切っても光ってくれません。フラッシュは下げておきます。シャッターを切ってみましょう。フィルムを巻いてあげてシャッターを切ります。ちょっとシャッターの切れが悪かった。もう一回シャッターを切ります。シャッターを切ります。シャッターの切れも、やっと切れた。動画撮影を始めたらシャッターの機嫌が悪くなってしまいました。45年前のカメラなので仕方ないです。で、オートフォーカスはこのコニカの文字の両脇にあるこの窓から見ていて、画像が重なる位置で判定をしているそうです。ここに距離計があって、シャッターを切ると白いラインがこんな感じで動いてきて、どのあたりでピントがあったのかを教えてくれるようになっています。ちゃんとシャッターが切れないですね。で、シャッターを切るとこのレンズが動きますので見てください。切ります。はい、こんな感じでちゃんとオートフォーカスして撮影している様子を確認することができます。フォーカスは合わせたんですが、シャッター膜が切れません。もう切れたということで、全く実用性はなさそうですが、歴史的価値のある1台ということで買ってみたカメラです。レンズはコニカヘキサノンの 38mm f2.8、 3群4枚のレンズということで、なかなか良さそうなレンズです。このカメラはディスプレイ用として部屋に飾っておこうと思います。次にニコン初の本格オートフォーカス一眼レフ F501 です。最初に言っておきたいんですが、このカメラは動きません。不動のジャンク品です。値段が1650円で見つけて買ってきました。ニコン F3AF という特別なカメラはあるんですが、この電子接点と歯車を使ってオートフォーカスするデジタル一眼レフへつながっていくニコンオートフォーカス一眼の原点といえるカメラになります。1986年に登場したカメラです。このカメラ動かないのは買った時から分かっていまして、ここサビが浮いているのが見えると思うんですが、この辺も汚くなってますよね。電池ボックス開けると液漏れでぐちゃぐちゃの個体でした。今掃除して電池を一応入れてはみたんですが、全く動きません。フィルムも装填してみたんですけど、開けてみるとこんな感じです。で、閉めてあげると、はい、全く巻き上げが起こりません。電源を入れておきます。はい、電源を入れてあげて、全くフィルムの巻き上げが起こりません。ここのスイッチ操作しても無反応です。シャッターを押しても何の反応もないですし、いろいろ押してみても何も反応しない個体です。
ミノルタ α7000 の1年後に登場したカメラになるんですが、ずっと探していて、まあ、これからも探し続けるわけですが、なかなか見つからないのでディスプレイ用でいいやと思って衝動買いしてしまったカメラになります。こんな感じで電池を入れてみたんですけど動きません。買ってきた時の写真を出してみるとこんな感じで、もうぐっちゃぐちゃで汚い状態だったんですが、なんとか掃除して、ここに他のカメラから取り外しした金属パーツを入れて通電するようにしてみたんですが、全く電源が入りませんでした。レンズをつけてみるとこんな感じになります。めちゃめちゃかっこいいです。この個体はディスプレイ用として置いておいて、引き続きちゃんと動く F501 を探してみようと思っています。レンズを2本買ってきたんですが、1本目がこちら、キャノンの FD50mmF1.4 S.S.C. スーパースペクトラムコートになります。キャノン独自の多層膜コートのことだそうです。反射させてみるとこんな感じでコーティングが美しいです。1973年、昭和48年に登場したレンズになります。発売時の価格が25,500円。後ろ玉側もこんな感じ、大きいレンズでかっこいいです。でこのレンズ値札がついていなくって、お店で店員さんに確認したところ、店員さんも値札を見つけることができなかったようで、その場でもう一度値付けしてもらって買ってきたレンズです。値段は1100円でした。こういうパターンもあるんだなと思いました。カメラボディ、キャノン FT9L にレンズを装着しました。めちゃめちゃかっこいいです。このレンズ、カビや汚れがなくてすごくいいレンズに見えるんですが、一つジャンクポイントがあります。シャッターを切ってみます。レンズの中を見ていてほしいんですが、シャッターを切ってみます。わかりましたでしょうか？絞りバネの動きを見てほしいんですが、動きが渋いです。オイルが切れてしまっているのか何なのか、これだと正しい露出で撮影できているか怪しいところです。ただし私はミラーレスで使いますので、こんな感じでマウントアダプターを装着します。で絞りは事前に絞った状態でカメラに取り付けしていきますので、この絞りバネの問題は私にとっては影響ないかなと思っています。 F1.4 の明るいレンズなので撮影してみるのが楽しみです。こちら F1.8 の 50mm、 これ同級生のレンズなんですが、こちらもあるので比較してみたり、あとはニコンの F1.4 も持っていますので、取り比べなんかをしたら楽しいかなと思っています。レンズ2本目がこちら、すごく大きくて重たいレンズになります。トキナーの ATX SD150-500mmF5.6 という名前のレンズになります。値段がジャンク品で1650円でした。もう完全にネタで買ってきたレンズになります。超望遠のズームレンズです。こんな感じでズーム操作をすることができます。直進式のズームレンズ。マウントはキャノンの FD マウントになります。レンズにカビがたくさん生えているのがわかります。かなり写りが心配なレンズです。前玉側からカビを見てみます。こんな感じでびっしりとカビが生えてしまっているレンズなので、かなり写りが心配なレンズではありますが、ネットで見てみたら分解するブログが何件か出てきましたので、分解に挑戦してみようと思っています。発売は1988年、当時の価格は198,000円だったそうで、かなりの高級レンズになります。最短撮影距離が 3.1 メートルということで、完全に屋外で超望遠撮影する専用のレンズになっています。写りはどうか分かりませんが、何かしら撮影ができるはずですので、別途動画を作って報告させていただきます。ちなみに重さは 2.23 キロもあります。重たい三脚をつけて撮影しないと倒れてしまいそうなくらい重たいです。最後にコンデジを1台、オリンパスのスタイラス SH60 です。私にとって初めてのスタイラスシリーズになります。2013年発売で1600万画素のコンデジです。コンデジではあるものの、かなりオーラが感じられるコンデジで、大きいですよね。サイズがミラーレスくらいの大きさがあります。値札がこちら、2760円で買ってきました。買った時レンズが飛び出した状態で大丈夫かなと思いましたが、値札の撮影できましたという文字を信じて買ってみました。付属品はバッテリーのみです。充電器はないんですが、 USB 充電できるカメラになりますので心配はありません。
電源を入れてみます。スイッチオン、問題なく電源が入ります。外観を見てあげると、ここレンズの先端に大きな打撃痕があります。それ以外はまずまず綺麗なのかなといった感じです。そして値札にも書いてあったんですが、液晶が暗いです。ものすごく暗いですよね。試し撮りしてみたんですが、撮影した写真には影響がありませんでしたので、この液晶の不具合のようです。ただ撮影自体はスムーズに行えていますので、撮影してみるのがすごく楽しみです。超高倍率ズームで24倍ズームできます。広角 25mm からテレタン 600mm までズームできます。こんな動きです。シャッターを切ってみます。押します。シャッター音はダミーの音です。フラッシュを光らせてみます。ポップアップしてあげてシャッターを切ります。はい、こんな感じで光ってくれます。かっこいいです。小型のミラーレス EPM2 と並べてみるとこんな感じ。ほとんど同じ、ぴったり同じサイズに見えます。なんだったらコンデジのスタイラスの方が少し大きいぐらいに見えるくらいです。奥行きもほとんど同じ大きさになっています。このスタイラス、見た目からして写りが良さそうなカメラですので、いろいろ楽しんで撮影をやってきます。少しだけ試し撮りの作例を出しておきます。田植えが終わったばかりの水田にカモがいましたので撮影してみました。まずはあの液晶が暗くなっていた影響が写した写真に出るんじゃないかと心配していましたが、撮った写真は隅々まで綺麗に写っています。これは朝のジョギング中に試し撮りしただけなんですが、本格撮影するのが楽しみなカメラです。ということで最近買ってきたカメラ機材を紹介させていただきました。このカメラたち、何か情報ご存知の方いたらコメントで教えてほしいです。コメントは何をもらっても嬉しいものなんですが、特に嬉しいコメントというのは、このカメラたちの当時使っていた方のエピソードというか体験談なんかをいただくと非常に参考になりますし、私にとっては絶対手に入れることができない情報なので嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もカメラ機材の紹介動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。